なこんなねこんなこんないいこんなこんなこんないい家がねこんな家がないとは。あここいいじゃん、あここがいいじゃん、近いけど近いは畑。おお、なんか死んでるな。ヘブンズドア、ヘブン、ヘブンズ、ヘブンズドア、ヘブンズ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 ドア。よっしゃ、えい、安全。ここめっちゃ空いてるけどいいや。おお、入ってきたし、入ってきたし、入ってくんだ。おお、上からも来た。おお、やばい。もうないよお前ら。はい、では皆さん、ライツ実況のライツです。前回やられてしまって、本当にいろんなアイテムが失ってしまって、で、地下に行くと、もうすごいもう本当迷路みたいになったことになってるんですよ。で、今もう食料も全部失って、もう肉もないんですよ。肉もなくて、もう何もない状態。ということでですよ、この辺全部整理しまして、でこれも全部整理しまして、家出をしようと思います。家出っていうか、まあ、家を変えるっていう。まあ、周り見てくださると分かる通り、すごい過ごしにくいんですよね、これ。木は下にあるし、いちいち下に行かないと取れないし、で、木は遠いし、周り平地じゃないから、もし畑を作ろうとしたとしても、なんだ?すごい上にいちいち行かないといけないという、もうすごい不便なんですよね。ああ、せっかくこんないい家がね、こんなもう捨ててしまうような形になってしまうんですが、いつかここに来ることはあるでしょう。あ、正面こっちか。正面こっちか。あ、ということでね、ちょっと便利なところにやりたいなと。まあ、アイテムはこんな感じでいろいろ準備してるんで、この辺前回負けたんで、しっかり鎧を、ナメプはもうしないでおこうということで。まあ、鉄インゴットも結構あるし、もうこれでもう敵をぶち殺すから、もう全然問題ないかと思うんで、ちょっと家を大幅に移動したいなと思ってます。ということで、平地を探そうかなと。平地じゃないとやっぱすごいやりづらいんですよね。わざわざ、裏でやってる時に、平地に行くために、毎回降りたり、上に上がったりみたいな、そういうのをずっと繰り返して、なんかすげえ不便だなと。確かに夜になるとマグマが近くにあるから分かりやすいし、煙突も作ったから、その迷子になることはまずないと。まずないんだけど、なんだ、もう平地がないから、畑作るのめんどくさみたいな。くそめんどくさいじゃんと思って、さすがにこれ変えないとやばいなと思ってちょっと引っ越しあんな家もいるか。次家作るときも簡単な家でしょ、簡単な家でチャ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 ってまさかあんなにってあんなに住むとは思わなくて、まさかあんなに平地がないとは。あ、ここいいじゃん、あここがいいじゃん、近いけどいいじゃん、ここいいじゃん、いいよね羊。おう、よし、お、いいやん、あ、ええやん、ええやん。なんか穴とかある。やばい。夜になるぞ。どうしよう。簡易的な。家を作ろう。とりあえず。建造。受けた。よし。寝るぞ。よっしゃい。とりあえず寝ちゃえばクリーパーとかも何も来ねえから。よし、行くぞい。はい、おはようございます。これまた崩さないけんっていうね。家作って、畑を作ってって感じで、今回は畑、おお、なんか、おう。死んでるな、豪快に死んでない、今。だから今回は、まあ、早くさっさと家を作って、さっさと、食料確保ということで、とりあえず畑を作るということで。あ、どうやろう。この辺にしようかな。この辺をもう適当に、もう早いよ。もう僕に適当によろしくって言ったらマジ適当だからね。すーげー適当に作るからね。あー、ないと。わ、ここめっちゃ開いとうやん。あ、もういいや。いいや。とりあえずドア作って。ドア。ヘブンズドア、ヘブンズドア。よっしゃ、あ、なんこれ。あ、来ないだっけ。もういいや。あ、で、来ないだっけ。
こうやって、あれなんかスイッチみたいなの作れんだっけ。ん、おいおいおい、いいえ、もういいもういいもういい、よしよしよし、とりあえず家の中整理してみよう。ういうい、安全ここめっちゃ空いてるけどいいや。うん、すげえすげえすげえ快適なところやね。いやいや、これが逆にこの穴ね、この無駄な穴、この無駄な穴もいいわ。よしよし、しゃーら、こいつ邪魔だな。ベッドがここにあるから、じゃあここにキャスト。いや、家できましたね。ちょっと不格好だけど、ほら見てください、この家、新しい家ですよ。はいと、ほらかっこいい。ダセーダセー、すげーダセー、すげーダセー、どうしようこれ、ダセー。あ、これは知識っていうか、もうあれだな、で、なんだ、アイデアによっては全然かっこよくなるぞ。はいはいはい、ドーンと。アイデアによってはかっこよくなる。窓をつけよう、窓。窓の付け方は、こいつだな。こいつで窓をつけよう。よしよし。ピッケルじゃなくて、斧で。はい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 。はいと。で、これで、この、これで、ほい。はいと。全然ダメやん。上に。こう。お、来た！こういうの。ああ、こういうの。あ、これ文字作れるな、これで。大変だな。しかも2マスは絶対埋まるから。無理だな。まあいいや。とりあえずまあいいや。よし、とりあえず家完成したから、とりあえず、飯がねえんだよ、飯が。飯がねえから、早く作んなきゃ。死んじゃう。マジで死んじゃう。鉄インゴットで、バケツ作んなきゃな、バケツ。作り方はね、別の実況者の人をね、パッて見たからね。へいへいへいと。で、バケツがあって、檻とかどうやって作るのかな。檻いらんか。檻いらんな。もう檻だよ。よし。で、このクワで、これ種をなんか巻くんだよな。全然わからんけど。よしよしよし。あ、これ種、俺が掘ったやつか？あ、消えるんかな、これ。時間だったら消えるんか？寝たら消えちゃうっていうやつは全くないんじゃない？めんどくて。よしよし。パン全然ねえ。やばいやばい。さっきのやつ全部してるから。そうなって。ここ倍速だな。さて、ここを倍速にすると、私の声が高くなるから。声は？クリーパーがさ、変な仕事の仕方するからさ。ちゃんと仕事しろや、クリーパー。クリーパーお前のせいで、ここ埋めなきゃいけんやねんか。あ、ここのとこに畑作ろうかな。せっかくだし。土に栄養が全然ない。空白の土の上で畑を作るという。これは誰も成し得たことないじゃないのか？もしかして。あ。もう掘ったら地下だよ、みたいな。掘ったら隠し地下だよ。あ、左クイックか。見た、やっぱり見た。1、2、3、4、5、6。なんこれ。あ、なんかめっちゃ出てくる。めっちゃなんか、あ、なんかめっちゃ出てくる。はい、はい。これできるだ。多分できるだ。やっぱ、ダメなのかな。ここら辺の水も、真ん中になんか、真ん中にするか。なんか水足りんね、これ。水全然足りんね、これ。あ、やばい。死ぬ。やばい。あ、はい、できんかな。もう肉こんだけしかないんだよ。うまっ、肉うまっ。あ、この贅沢のできるのもあともうちょっとか。もうあと麦パンばっかりの生活になる。やだ、パンばっかりの生活なんて。これ波打っとうけど、あ、この波がかっこいいんだよな。この波がかっこいいんだよな。よいしょよいしょ。あ、これもう明日になったらできてるよ。知って寝よう。よし、寝よう。あ、いや、待って。ちゃんとしっかり、くわでピッピッ。で、種を、こうして。あ、全然見え。網があって見えない。くわで、ほいと。で、種を、ほいと。よし、いいんじゃない？よしよし。とりあえず寝よう。もう明日になったらパン尽くしや。
食券パン尽くし。あーじゃーい。できたかな。クッパまたおるよ。まあできてないとこれ。はい、できろよ。すげえ波打ってる。大丈夫これ。いつ収穫できるのこれ。皆さんすごい方法見つけましたよ。すごい、もうびっくりする。びっくらこいだ。もうびっくらこいてびっくりしたよ。まずここに、端っこに作ります。種植えます。種がないよ。やっぱ水がないとダメなんだな。なんか見た感じだと 9×9 の、例えばその真ん中に水を真ん中にポンって置けば、まあ適当にできちゃうって。あとなんかフェンスとか適当にバーって作ればみたいな書いてたんで、まあやりたい人はやるって感じだな。僕はまだね、まだいいや。とりあえずこの適当型をやる。全自動村人型みたいなのがあったっけ。それもやりたいな。やっぱマイクラ、今の時代こう言ってね、いろいろ調べながらしないとね、不気味なってできないからね。よしよし。じゃあこの適当型を適用。はいはいと。あ、2本やった。よっしゃー。あ、これできた。これ絶対できてるよ。なんかこれどうやって採取するんやろ。あ、これどうやって採取するの。しかもじゃあジャンプしちゃいけんのや。普通に通る分は全然いい。ジャンプするの禁止。ジャンプ禁止。早くできんかな。まだできんのこれ。カットだな。カット。ちょっと今始めたら、すげえ雨に、家に雨が入ってる。やばい。びっくり。これはびっくりだ。それ稲どうなったかな。こんな雨の中、できてんのかな。とりあえず寝るか。いや。ああ、当たらちゃう。あ、できたかどうか全然わからん。できてなさそうだな。とりあえず寝よう。てか夜だったっていうのが全然しない。おお、危ない危ない。おお、入ってきたし、入ってくるんだ。おお、上からも来た。おお、やばい。もうないんや、お前ら。なんで入ってきたん。あ、そうか。あれ、自動ドアになった時、こういったのも踏んだら出てくるんか。これ、バカだな、俺。あ、ダメなんや。あ、関係ないけど。関係なくねえよ。バカ。壊せ。バカ。もう、バカ。うわ、俺の家。もう寝る。関係ない。もうね、モンスターが近くにいて寝ることができない。くそ。もう、なんでや。もう適当に。はい。じゃねえよ、もう。おぉ、なんかめっちゃ荒ぶってる。はい。くそ。マジくそ。もう、しない。うわ、もうなくなったもん。見つける。よし。いいんじゃん。いいやろ、これ眠れるよ。よっしゃー。マジでさ、スイーもうクリーパーに殺されたとこやったわ、マジで。まだ雨降ったんかな。あいつは死んでんじゃん。あいつは死んでる。全然見えん。なんかすげえ音聞こえる。うわ、ガラス欲しい。ガラス調子いい。これ出口どこだ。あ、そっか。出口も全部崩しちゃったんだ。やべ。あはは、すげえことなってんな。うえぇ、クリ、うおぉ、やだだ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 だ。マジで、超熱い。あ、やばい、死ぬ。おぉ、熱かったー。あれ、食らうんやね。全然しないったわ。熱かったわー。あっち、まだこれできんの。まだこれ。まだ待ってた。飯食うし、その前に。腹減ったー。もう何これ、ふざけんなよ。クリッパー次やったら瞬殺してやるわ。はい、皆さん。あれから、なんと、20分後ぐらい経ちました。どうや。やばい、もう夕暮れだ。お、これできてるんじゃない。これできた。そう、とうとうできた。これを左クリック、右クリックでいいかな。もう右クリックやだ。この腐った肉で左クリック。お、なんか取れたぞ。来た、小麦。やった、取れた。そうか、あの色になった小麦ができるんや。やった、小麦ゲット。
全部できてないけど、やったー、うわー、やった、嬉しい。これで飯が食える、飯が。飯、俺は食ったけど飯食える。美味しかった、もつ鍋。もつ鍋超美味しい。もつ鍋美味しいもんってねーぐらい美味しい。やった、これ超嬉しいじゃん。やったやった、これとこれね。クレール全然よく見えねえけど、やったぜ。てか死にそうじゃん。いや、今からパン作れる気に関係ねえんだよ。で、とりあえずこの種を、種超多いんやけど、種も超多い。とりあえず種をパッ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 って撒いて、へい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 、早く部屋に戻らんだ。また発狂するようなことになる。もうやだ、やめて。ほいほいほい。よし。パン作るぞ。よし。きた。きたー、やっとパンが作れると。嬉しい、嬉しい、嬉ピー。ジャンプティー。よくわからん。さて、パンはどうやって作るんだ？これだけじゃパン作るんだよね。お、きたー、パン来たー。やった、とりあえずパンだ。とりあえずパン。パンパンパン、ポケモンパン。お前の頭もポケモンパン。ポケモンパン、パン。よし、これでパンが。よっしゃー。あ、パンを焼く？パン作っちゃったけど。パン焼く前に作っちゃうけど大丈夫。パンでどれぐらい回復するんだ？今2か分からんな。なくなった時でいいや。やったぜ。やっとできたな。やっとできたな。どこやったっけ。よっしゃ、終わった。今回の目的は達成、マジ達成。終わったぜ。今回はここまでかな。いやー、時間かかったなー。もうバリバリ編集しよう。もうなんかもうカットしまくろう。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。皆さんのおかげじゃないけど、パンが無事できることができました。では次回の動画もお楽しみに。はい、じゃあね。ご視聴ありがとうございました。動画が良かったらチャンネル登録お願いします。毎日動画、いや毎日じゃないかもしれないけど、頑張って投稿するんで応援をよろしくお願いします。コメント待ってます。じゃあね。